皆さんこんにちは。お久しぶりです。今年になって初めての、このナナミの部屋ですけれども、皆さんお元気でいらっしゃいますか？今日はお二人の素晴らしいゲストを呼んでおります。今日はね、私もすごく楽しみなんですけれども、豪華なゲストで、こちらが村上和也さんです。こんにちは、村上和也です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらが、松尾幸雄様。はい、松尾幸雄です。よろしくお願いいたします。はい、私が宮原七海です。よろしくお願いします。今日は私ね、自己紹介をちょっとしてなかったような気がしますので、私自身の、自己紹介をプロフィールちょっとお話しします。鹿児島県生まれです。鹿児島のね、あの山や海に囲まれて育ちました。東京に出てきたのが20歳ぐらいの時で、その時あの演劇の方を勉強してたんですね。劇団に入ってプロの、勉強しておりました。今現在は、そうですね、去年まで、25年ぐらい実は洋服の方の、専門店っていうか、あのリフォームと寸法直し、そして、なんていうんですか、こうオーダーの店をやっておりました。まあ、一番いい時には5店舗あったんですけれども、時代の流れとともに去年店を閉じまして、今はこうやって皆さんと一緒にね、歌とか、それから、ちょっとスピリチュアルな方にどうしてもこう興味がいきましてね、まあ、ちょっと世界中を少しだけ歩きました。皆さんがよくご存知のインドのサイババに会いに行ったり、それからそうですね、セドナ、アメリカのセドナとか、エジプト、そしてインド、それからフィリピンのバギオというところ、そういうところに行っていろんな学びをしたんですね。今考えると、なんであんなにいろんなところに行きたかったんだろうと思うんですが、それはやっぱり自分を知るためでした。どうして人は幸せになれるのかなとか、生きるのに何が必要なんだろうとか、人は死んだらどうなるんだろうとか、そういう疑問があったわけです。それをまさぐって旅をしてたんですね。そしてまあ、私なりに今は結論が出てますけれども、まだまだ勉強中というところですね。さて、今日は私のことはこのぐらいにいたしまして、今日右と左に素晴らしいゲストの方をお迎えしておりますので、まずは松尾幸雄さん。はい、今日はなんかあの、はい、松尾さんは、自分で作詞作曲、そうですね、はい、なさるんですよね。そうですね、ね、歌も歌になるし、そうですね、なんかあのさっき年聞いてびっくりしたんですけど、若いですね。今日はなんか歌を聴かせていただく、そうですね、はい、あのまあ、歌うことが、ね、好きで、はい、それで、まあ、作詞作曲の勉強したりしましてですね、はいはい、やったんですけれどもね。それでは、皆様、まずは松尾幸雄さんの、作曲なさった歌を、新宿デートですかね。はい、はい、そうですね。歌い手でもいらっしゃるんですよね。あの、はい、デート曲がそうですね、うん、あの、うん、ダムに10曲ぐらいは入ってますし、はい、まだ今2曲ぐらいね、うん、ああそうですか、なんかすぐ入ります、ね、歌い手さんを募集してるとかね、一緒にデートする方をね、やりたい人いたらね、うーん、できるだけのことはしてあげますのでね。そうですか。まあ、あの小さいね、うん、ハッピーレコードという小さな会社ですけれども、ああそうなんですか、まあ、やってることは大きいと思いますので、はい、そうですか。ぜひ皆さん一つね、はい、楽しみですね。そうですね、うんうん、そうですか。じゃあ私もぜひ聞きたいので、松尾幸雄さんの、ね、曲をお願いいたします。梅に桜に桃の花、言葉で咲くから
その名もみはる。今年も咲いた滝桜、花の心を映すように、みんな明るく爽やかな三春我が町我がふるさとよ。遠くべき石を紐解け、生まれたところ、水かけ祭りや盆踊り、だるま市や獅子の舞、みんな輪になる人と人、三春我が町日だまり。マヤ人形の愛らしさ、今では名物城下の名乗り、潤う水は溢れてる。見張る我が町まほろばの国、はい、ありがとうございました。楽しい曲ですね。あの福島のね、見張るという地区の歌なんですけれどもね。あ、そうなんですか。なんかね、そうですね、これからなんか皆さんが踊りながら、そうですね、歌うような感じで楽しいですね。はい、あと何かおっしゃりたいことございましたらどうぞ。いや、実はデュエット曲を最初にと思ったんですけれども、うん、なんかね、うん、あれですので、次が多分デュエット曲になってると思いますので。そうですか、ぜひお聞きしたいですね。おかげさまでね、はい、あのデュエット曲も10曲以上ダムに入っておりますので、うん、ぜひ皆さんもね覚えて歌っていただければありがたいと思います。そうですね、なんか募集なさってるんですよ、デュエットの曲。そうですね、あのやりたい人がありましたら。私もじゃあぜひ応募しようかな。そうですね、あの小さな会社ですけれどもいい、ね、やってることは大きいですからぜひ、ね、やりましょうよ。はい、楽しいですね。多分次が、ね、あのデュエット曲だと思いますので、ぜひ、うん、あの覚えてください。はい、ありがとうございます。最愛の人ですね。最愛の人、はい、はい。おじさんとおばさんが新曲でデート、立教で待ち合わせ、春の日曜日。いくら待っても来ないので、おじさん焦って名を呼べば、
んだやっぱりあんたかと、おばさん駆け寄り涙ぐ。三十年ぶりの太郎と花子。さんとおばさんが新宿でデート、思い出の喫茶店、歌声聞きたくて、だけど今では影もなく、思い出ゆらゆら揺れるだけ。好きと言えず別れたが、今なら言えるよ I love you。 子育て終わった太郎と花子。おじさんとおばさんが新宿でデート、そそり立つ見る明かり、夢の国みたい。たった一度の恋なのに、もう少し出会いが早い。違う生き方で来たのに、出雲の神様意地悪ね。白髪と白髪の太郎と花子。楽しみやすい曲ですね。そうですね。ね、楽しくなりますね。ありがとうございます。そうですね。それではもう一方、今日の特別ゲストです。村上和也さんです。どうも皆さんこんにちは。村上和也です。今日ね、彼の肩書きをこういっぱい読むとあまりにも多すぎて、もう本当にあれなので、私が今知ってる限りのまあ、簡単な失礼ですけれども、ちょっと言わせていただきます。村上さんは若く見えるんですけど、還暦ビジネスプロデューサーって肩書きに書いてあるんですけれども、61歳です若く見えますよね、はい、それで、私が知りましたのは、彼が交流会をやってらっしゃいましてね、その交流会のところで知り合ったんですけれども、コンシェルジュ、一般社団法人ライフコンシェルジュクラブを設立なさって、もう1000人でしたっけ、1000人ぐらいの方がね、ね、はい、年間でいくと3000人ぐらい、3000人すごいですね、はい、私も時々行くんですけれども、もうたくさんの方がね、もういらっしゃいます。で、楽しいですよ。もしよかったらいらしてください。素晴らしいです、本当に。もう人脈作りとか、未来の困った時のために、今から人脈作りということで、もうね、本当にちょっと村上さんちょっとこうお話ししていただこうかしら、はい、よかったらどうぞなんか今なさってることとか、はい、まあ、いろんなベンチャービジネスをやらせていただきながら、大変な失敗もいろいろ繰り返してですね、で、まあ、上場企業の、まあ、役員であったり顧問をさせていただきながら、はい、まあ、今日までなんとか生きてこれましてですね、まあ、皆さんのおかげで、波乱万丈の波乱万丈の人生で、ね、人脈だけでなんとか生きていきましたので、でも、はい、人がお人柄がね、本当に皆さんに親しまれ好かれていらっしゃるので、それ、本当です、ね、あと私もね、ちょっとこう知ってるんですけども、女性にモテるよね、そうでしょうね、何を言ってるんでしょうか。それでは、
村上さんにちょっといろいろお話をお願いします。はいはい、ですね、もう今のおかげさまで皆さんにお集まりいただいて交流会とか、まあ、いろんなイベントを催してるんですが、まあ、なんせあの少子高齢化時代になってくるとですね、皆さんなかなか生きていくのが大変だと、うんうんうん、健康でいるのも大変、お金を稼ぐのも大変ということで、僕らあのスマホだけで、はい、まあ、アプリを使ってですね、全員が得をできるっていう仕組みを今作り出して、まあ、銀座ビューティーコレクションというタイトルで、うん、まあ、イベントなどもまあ今後していこうと思ってますので、ぜひ、そういったことにちょっと興味のある人はご連絡いただけると助かります。はい、後であのここにあれを出して皆さんね、あのぜひお越しください。私も時々顔を出してます。よろしくお願いします。もっと喋ったらいかがでしょうか。そうですか。なんかいっぱいたくさん、あの私が知ってるか、あのピザの宅配ピザのピザーラの起業なさったとか。はい、あの、ね、僕の知人で、まあ、あの浅野さんという方が、まあ、あのやりたいということでですね、まあ、ちょっと一緒にやらせていただいたり。宅配ビザの売り上げナンバーワン世界一って。そうですね、すごいです。僕の後の後輩たちが実現してですね、もういろんなことを起業なさって、あのいろんな人を育って、そしてまた成功させた実績と、また失敗のどん底でガーンといって、またそこから這い上がるこのエネルギーがすごいんですよ。ね、素晴らしいと思いますね。人間国宝の三遊亭圓生さんとの出会いもすごかったんです ね、 そうですね、はい、ね、いろいろ助けていただきました。やっぱり人との出会いなんでしょうかね、すべ、ね、て人生ってね。そうですね、すべて出会いで、出会いですか。あとでまたたっぷりね、はい、なんかその出会いとか、ね、人とのこの人生のね、あれを聞かせてほしいなと思います。そうですね、そうですね、あのもうちょっとなんかお二人何かこう、いやいや、もうね、お話していただけたら、ね、教えていただいて、うん、宮原さんと松尾さんのデュエットを具体的にどうするのかを、そうですね、お話しするのか、それはまた後でね、あの、はい、もうなんか光栄でございます。今ダムに10曲デュエット曲も入ってまして、その後また 2,3 曲入りますから。あ、そうですか。これはね、他の大先生も誰もできなかったことですから、それだけはねちょっと自慢になってるんですけれども。あ、そう、楽しみですね。そうですね、あのぜひやりましょうよ、はい、ありがとうございます。はい、はい、それでは、聞こえる、あ、聞こえるのね、はい。ごめんなさいね、これ生番組ですので、途中でちょっと私がそそっかしいので粗相があるかもしれません、お許しください。その時は、私のこれから詩の朗読をしたいと思います。で、詩の朗読なんですけど、自分であの素晴らしいなと思った方の詩をたくさん集めてるんですね。自分でも書くんですけども、今日は、私の大好きな方の詩を読ませていただくんですが、その中で、これってまず最初に読もうかなと思った詩があるんですね。誰が書いたのかわからないんですけど、念、念という、音楽お願いします。念、念って今の心と書くんだね。今の心が一つになって念が生まれる。今の心って思いだよね。親を思う今の心、子を思う今の心、人を思う今の心、自分を思う今の心、一人一人の人を大切に思う今の心、すべてのものを大切に思う今の心、自然を愛する今の心、すべてのことに生かされていると、すべてのことに生かされていると思う今の心、
そうなんだね。念って感謝の心から生まれてくるんだよね。私の好きな詩なんですが、作者不詳です。私の中で人の花は他人の花は咲かない。他人の中で私の花は咲かない。私には私の中で私の花が咲く。枯れゆく花がそよ風にも散りそうな弱い花、それでも一生懸命に開こうと努力する弱い花、そういう花を私は飾りたい、飾りたい。マザー・テレサの言葉の中で、私は特に好きな詩を読ませて、詩というか言葉ですね、読ませていただきます。この世の中で一番の大きな苦しみは、一人ぼっちで誰からも必要とされず、愛されていないと感じる心です。あなたの最良のものを世の中に与えなさい。蹴り返されるかもしれません。でも気にすることなく最良のものを与え続けなさい。マザー・テレサの言葉でした。まだたくさん詩はあるんですけれども、今日はこのぐらいにしておきます。ちょっと歌を歌おうかと思うんですけれども、いつもちょっとモンゴルのホーミーを入れてましたが、今日はシャンソンでろくでなしで歌シャンソンをね、本当は好きなんですけれども、今日は一曲だけ、シャンソンは一曲だけろくでなしという歌を歌います。もし歌詞間違ったらごめんなさいね。よろしくお願いします。古いこの酒場でたくさん飲んだから、古い思い出はぼやけてきたらしい。私は恋人に捨てられてしまった。人がこの私を札付きと言うから、ろくでなし、ろくでなし、なんてひどい多い言い方。コーヒーが沸いたら陰口を聞かれて、それでもこの街が一番綺麗だわ。とても好きだけどお別れね、さようなら。鳥のさえずりに送られて出て行こう。ラパラパパ、ラパラパパ、
ラパラパパラ、ラパパラ。沸いたら逃げ口を聞かれて、それでもこの街が一番綺麗だわ。とても好きだけどお別れね、さようなら。鳥のさえずりに送られて出て行こう。パパラパラ、パパラパラ、パパラパパラ、ラパパラ。ロックでなし、楽でなし、なんてひどい青い言い方。あらら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 、ロックでなし、なんてひどい青い言い方。あらすいません、なんかまたどじりましたね、ごめんなさい。それでね、3番の曲が実は分かりました、ちょっと一瞬頭がちょっとパニクっちゃって真っ白くなって歌詞が出てこなかったんで、また2番をもう1回歌いました、ごめんなさいね。もう本当ね、何なんでしょうね、時々歌詞がこうないですか先生。いやいや、ありますあります。誰でも、ね、頭真っ白くなっちゃって、ね、出てこない時がありますよね、そうですね、はい、ありがとうございます。なんかいろいろ言わせていただいて、あ、次の曲は、ちょっと短めに行きますね。3分ぐらいで結構ですので、私がちょっと即興で歌います。実は今日ね、もう一つのシャンソン考えてたんですけれども、ちょっといろいろ事情がありましてそれやめまして、いきなり即興で歌うということになりました。それでよろしくお願いします。これは私の CD の中から、今日は、なんて言うんでしょう、言葉を入れながら歌ってみたいと思います。大きなことも心の中に響き渡る自分の心の喜びも悲しみも大事に育てて生きていきましょう。2020年始まったばかりです。いつまでも自分を大切に生きる。慈しむことはあなたから始まる。内なる言葉も内なる感謝も、すべてはこの世界と広がっている。宇宙まで広がっている。
大切に。すべては自分から始まり、あなたの優しさは自分から、自分を愛することから始まる。人に優しくする前に自分を愛してくださいね。ですけれども、次は何でしたかね。ごめんなさい。はい、今日はあの日本の神話の紙芝居はちょっと、カットしたいと思います。あの今日はですね、あの私が古事記の日本の神話がどれだけ大切であるかということを、あの日本だけじゃなくて世界中に広げたいなって思ってるわけです。そのきっかけを作ってくださった先生はもう出雲亜紀さんという方でしたけれども、亡くなられました。それでもやはり日本の神話をどうしてもこの世界に広げたいという思いがあって、ちょっとすいませんね、これがあの紙芝居でできたあの何ですかね、あのあれなんですけれども、今日はね、あのその出雲先生が一番おっしゃりたかったことをちょっと朗読させていただきたいと思います。あのこんな風にして時代がどんなに変化しても変わろうとも、この世の中で大切なことっていうのはね、そんなにシンプルなことなんだよっていうことなんですね。自分のお子様が、ずっと幸せでいられるように、ずっとずっと幸せでいられるように知恵の木の実を食べてくださいとおばあちゃまはおっしゃってました。皆様の古代のご先祖様は人間が幸せに生きることのできる極意をしっかりとこの神話の中に自分のものとして伝えたいと、日本の神様のお話を繰り返し繰り返し読むことによって、まずはお父様、お母様が神話の中の神様たちから人生を幸せに生きる秘密を伝授されるでしょう。幸せの青い鳥を手に入れることができるのです。まだ自分で読めないお子様には繰り返し読んで聞かせることによって、魂の底にすでにある幸せの根っこが養分を吸い上げて太くたくましくなり、どんな苦難も喜びも乗り越えて幸せに生き続けることができるように大きくなるのです。世界各国の神話を精神医学の見地から、アメリカの戦績分析医のドクターダニエル・フリーマンも、日本の神様のお話には日本民族共通の意識が語られている、お母様が繰り返し繰り返し語り聞かせることによって心と心のつながりが心の底に植え付けられていき、どんなことをすればいいのか子供がわかるようになる。日本の神様のお話にはいつまでもどんな時代にも変わることのない天地と共に続いていく幸せの法則、真理が語られています。私たちの国日本はその法則にのっとって
て建国された素晴らしい国であると言われています。お子様がありがたい国に生まれた幸せにも感謝してすくすくと明るく成長されることを願ってやみません。これが出雲先生がねおっしゃりたかったことで、お亡くなりになるまでもう本当にこの日本の神話を広げる熱意が私にも伝わってきました。でその大切さが伝わってきました。日本人が忘れている確かなもの、この自分の中心軸というか大切なもの、魂というものをですね、この日本の神話が語って聞かせてくれるわけです。ですからぜひね、本当に紙芝居でも何でもいいから、古事記はちょっと最初は抵抗があって難しい、そうおっしゃる方が多いので紙芝居で伝えようと思っております。どうか皆さんよかったらぜひね神話を手に取って読んでくださいね。ありがとうございました。はい、お二人どうですか、日本の神話に関してなんかちょっと何かお話になりません、そうですね、やっぱりね昔からの神話ってのはね本当に日本のね魂ですからね、日本人の、そうですよ ね、はい、本当に素晴らしいと思いますね、次の曲あったかいね、なんとかね。それでは七海の CD、 今七海の CD を、かけていきましたね。あったかいね、柔らかいねという曲をおかけしたいと思います。2番目の曲なんですけれども、実はこの曲は私が大好きな曲なんですね。私が全部歌っておりますけれども、安らぎの曲だと思いますので聴いてください。心の温かさを知る。
柔らかいあなたの心が伝わってくる。肩の力を抜いてリラックスして、目も閉じて自分に帰って行こうね。ありがとうございます。これはなんかね、子守歌を聴くような感じで作ったんですよ。だから本当に眠くなっちゃったかもしれませんけれど、ね、なんかね、包まれるようなね、優しい感じでね、作りましたけれどもね、そろそろ時間も近づいてきたんですけれども、何かこう今日のあれでお話しなさりたい、もっとなんかこう付け加えたいことございましたら、先生から何かしたことないですか？あ、そうですか、うん、どうぞ。そうですね、はい、僕は歌を作ることが商売なんですけれども、はい、デュエット曲もね、ダムに10曲以上入ってますし、ぜひね、やりたい人は声をかけてくれればね、いつでも無料で貸してあげますので、はい、私もじゃあ候補に挙げさせていただきますよろしくお願いします。素晴らしいから、ありがとうございました。ね、期待しておりますので、よろしくどうぞ。はい、どうも。村上さんどうでしょうか、何か。そうですね、僕は松尾先生と一緒に歌を歌えるようにカラオケ屋さんに行ってレッスンをしてですね、ぜひ。そうですね、本当だ、はい、なんかね、歌聞いてみたいですね、本当に、うん、声が大きいだけでね、はい、もう音程はずっと一緒なんじゃないかっていう感じですか。なんかね、でもいいですね、歌ってね、ね、本当にね、心がね、安らぎますよね。そうですね、なんか今日ね、来ていただいて、はい、またぜひね、次回にさ、はい、いらしていただけたら光栄です。ぜひまた声をかけてください。はい、ありがとうございました。本当に嬉しいです。ありがとうございます。もうね、本当に早いもので、番組の終わりの時間が来たようなんですが、本当に村上さんも松尾さんも今日初対面でね、お二人 ね、はい、なんですけれども、とてもいい感じで雰囲気でお二人がなさったので嬉しく思います。村上さんは銀座でいろんな講習、なんていうんですかね、こう交流会、はい、
ね、交流会なさってます、はい、月に1回もし興味のある方いらっしゃいましたら、今度私宛てに村上さん宛てに、ね、30日も 30日、宮原ドクターという、先生をお医者さんを連れてきてですね、身の回りにある健康の嘘本当をみんなでこう確かめようということもやりますので、ぜひご希望の方は真奈美さんにご連絡を、はい、私に連絡ください、はい、お昼からですかそれ、残念ながら夜なんです夜ですね、銀座区民館っていうところ、銀座ですね、はい、わかりました、ぜひ行かせてください、はい、よろしくお願いします、こちらこそありがとうございました、今日はそうですね、来月は、はい、来月はですね、2月の17日です、はい、なんかね、正直言いますと私ちょっと慌てんぼでそそかしくて皆さんにご迷惑をおかけたしたりする時があるんですけれども、本当によくねこうやって協力していただいて嬉しかったです。もっとね本当はやりたいこともあるんですけど、こうやって月に1回ですけれどもね、心がね本当に柔らかくあったかく、これからの時代はやっぱりこうなんて、おおらかな気持ちで、魂がね、そう、魂の本当に魂の時代なんですよ、もう今までのやり方と全く真逆の世界に来てるので、まあこういうスピリチュアルなね、ところも必要かなと思います。今日は本当にありがとうございます。もうそろそろでございますか。はい、本当に今日はありがとうございました。もうありがとうございます。はい、お世話になりました。本当にね、素晴らしいですね、はい、お二人、村上様と、はい、ありがとうございます。はい、村上です。マスオさんでした。はい、ありがとうございます。私、宮原七海でした。反対じゃないよね。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございます。また来週、来週じゃない、来月お会いいたしましょう、はいはい、さようなら。ありがとうございました。どうも。